県営大宮公園球場第1試合は、CC の川越工業対栄北の2回戦です。1点を先制した栄北は2回表、ツーアウトながら3塁2塁と追加点のチャンスを迎えます。打席には1番島村。放った打球はレフトの頭上を越え、2者が帰ります。この後満塁とさらに川越工業を攻めます。バッターは4番二平。二平はライト前への2点タイムリーヒット。続く5番吉田。6番野瀬もタイムリーヒットを放ち、栄北この回一挙6点を挙げ、序盤で7対0とします。その裏、川越工業はワンアウトから7番保坂が左中間を破るスリーベースヒットで出塁します。8番佐藤は犠牲フライ。まず1点を返します。この後フォアボールとヒットで2塁1塁とし、2番東レフト前へ運びます。この間に2塁ランナーがホームイン。川越工業7対2とします。しかし栄北は4回表、9番高際のタイムリーなどで2点を追加、9対2と再び7点をリードします。シード校の意地を見せたい川越工業でしたが、最後のバッターがピッチャーフライに倒れゲームセット。 CC 度川越工業を破った栄北が3回戦へ進みました。